こんな大きいとは思わんかった俺。でっか。193センチ、はい、うわすげえ。いやーこれすごいよ。岡村さん横だってすごい。岡村さんは156センチ。156センチ、全然違う。こんな大きなるかね。小学校の時から。小学校卒業は67ぐらいでした。小学校で167。すげえすげえ。マジかいな、はい、俺1メーターぐらいやったんじゃん。すごいわ。いっぱい触っていい？全然大丈夫です。あんまりでも触ってもし何かあったらもうえらいこと。うわケツすごい。全然違うわ。うわすごい。あー違う。あーすごい。あーすごい。全然違う。針があんねんわ。針が。大谷選手の体をくまなくチェックするナイナイ。するとこんな特技が発覚。今よくやるな、これ。うわぁ、お願いします。うわ緊張してきた。156センチしかないですからね。大丈夫です。と、早っ早っ早い早いって今。今ちょっとシュッて言ってた。ちょっと何今の急に怖っ。いやできるって思ったからやんな、はい、大丈夫やって思った。上手ですか。うまいですね。そうですか、はい、なるほど。ちょ早い。めっちゃ笑ってるやん。早いないですか。よう取れたわ今。怖いわほんまに。一番好きな食べ物って何なんですか。一番好きなクレープか。クレープ。クレープ。かわいい言ってるわみんな。クレープですか。クレープですね多分。ここちょっと寄っていこうかとか。はい。そんなことあるんですか。まあ、コンビニとか。はい。あ、コンビニ。はい。コンビニ普通ですね、めっちゃ。もう俺らの高校時代やわ。ほんまやわ、はい、好きなやつ。11歳で1億円プレイヤーだもんな。ね、俺これ結構買うなっていう。まあ、細長いクレープみたいな。クレープほんまに好きやるね。今日は頑張ったなっていう時とか、一回もうリセットするのとかっていうのはどういう。あ、大量に甘いものを食べます。甘いものばっかりや。それ女子みたいな感じやとか。もう何かが間違ってる。ありがとうございます。確かに間違ってますね。恥ずかしい、おっさん二人やね、これ。カゴ持ってます。もう買う気まんまよ。もう好きなもん買ってない。この辺や、はい、あよく夜スイーツコーナー出たよ、はい、大谷ゾーン。青ミルクレープやな、俺やったら。うまそう。めっちゃ笑ってるやんか。これに似てる。あ、これ生チョコバニラ。はい、手巻きクレープ。いっとっていっとって、好きなだけ取って。帰りましょう。俺はこれ今日買うから買っちゃうよ。買っていいの。一個何個か買っといたら。もう買っといたらええもん。何なのこんな。雑誌とかどんなん見んの。ファッション誌とか見る。あんまり見ないですね。あんまり興味ない。うわでも大丈夫。大谷君ただやからさ。いいんじゃない。あれ一冊ぐらい。あかん、大谷選手のイメージあるから。イメージある。いやでも健全な、もう21歳よね。ナンバーナンバーナンバーに隠しての。じゃあすいません、俺のおごり。あ、すいません。社内で早速いただきます。いただきます。お疲れ様です。男3人がクレープを頬張る。うまいね、幸せ。大好物を口に大谷選手も大満足。うまいね、ほんまにうまいわ。もうたまらん俺。